ボルドーマスティフは、フランス原産のマスティフ犬種の一つである。別名は、フレンチマスティフ、ドーグド・ボルドー。14世紀頃に誕生したとされているが、追い立ちは謎に包まれている。先祖になった犬種もローマンモロサスの説、グリークモロサスの説、ナポリタンマスティフの説などがあり、定かではない。はじめは主に刀剣として使われていた。 持ち込まれたジャガーや捕獲したクマ、人などと戦う。なお、闘牛が盛んになると、これを小型化して、さらに闘牛に適した体に改良した犬種が作出された。闘犬の他は、警備犬やイノシシ狩り用の猟犬、牛を誘導、管理する、牧牛犬などとしても使われていた。18世紀に起こったフランス革命により、貴族に飼われていた犬の多くは、 断頭台の炉となり、絶滅の危機に陥った。しかし、この時は肉屋によって、牧牛犬として刺役されていた犬をもとに繁殖を行い、絶滅を免れた。しかし、刀剣の禁止や、牧牛の機械化、第一次世界大戦、第二次世界大戦の戦火により二度目の呪慢を迎えた。この時は愛好家の手によって保護が行われ、戦火の激しい時期には、 安全な国へ疎開させるなどして、分散飼育をすることにより生き残ることができた。戦後に再度本格的な繁殖が開始され、頭数を回復することができたが、時代の流れにより全ての刺激を失ってしまった。しかし、印象的な外見から戦後は、ペットや小ドッグとしてメインに使われるようになった。 現在は、世界的な知名度と人気を誇るマスティフ犬種となり、多数の愛犬家により親しまれている。なお、刀剣の廃止後以降は粘毛な性質を緩和させる、改良が加えられ、一般家庭でも飼育ができるようになった。ただし、やはり元が刀剣種である、マスティフのため、そのタイプの犬を飼ったことのない人には飼育できない、犬である。日本でも、 独特の風貌が人気及び愛好家は少なくない。輸入だけでなく国内でのブリーディングも少数ながら行われていて、ペットやショードッグとして飼育されている。毎年国内登録も行われている。ボルドーマスティフ独特の顔つきとオレンジ色に近い赤い毛色がボルドーのトレードマークである。顔には深いシワが刻まれていて。 泣きっ面をしているかのような顔つきをしている。マズルは短いが、顎の力はかなり強靭である。デューラップのほか背中などにも、皮膚のたるみがあり、引っ張るとよく伸びる。これは、刀剣として使われていた頃の名残で、噛みつかれた時のダメージを軽減する役割を持つ。コートは少し硬めのスムースコートで、毛色はオレンジ色に近い赤のみ。名称としては、 バラつきがあり様々な呼び名が付けられているが、ウイスキーの色に近いことから、ウイスキー、ボルドーのトレードマークであることから、ボルドー、または、ボルドーレッドなどとも呼ばれる。筋骨隆々で骨太の、がっしりとした体つきをしていて、胸は広く、とても力が強い。頭部は、かなり大きい。耳は垂れ耳、尾は太く飾り気のない垂れ尾だが、以前は耳を、 段耳して立たせ、尾は短めに、段をされることも多かった。体高58から69センチメートル、体重36から46キログラムの大型犬で、性格は落ち着きがあり忠実で従順だが、警戒心が強く防衛本能も高い。普段は物静かで物草で寝そべっていることが大好きだが、主人家族の命令にはしっかりと従うことが可能である。 寝そべっていても常に警戒心は怠らず、主人家族に危害を加えそうだとみなした者は的確な効果のある攻撃を仕掛ける。このため、飼育には力を制御するためのしっかりとした訓練をすることが必要である。マスティフ系賢種に知識のない人には飼育できず、熟練者や手なずける自信がなければ、ドッグトレーナーに訓練してもらう。運動量は普通で、 体重が重く腰に負担がかかりやすいので、激しい運動はできない。その代わり、飼育スペースが、通常の大型犬種よりやや小さくても済むのが、利点である。なお、よだれが多いのは、マスティフ犬種にはよく見られることである。かかりやすい病気は、大型犬にありがちな股関節形成不全、関節疾患、シワの間にできやすい、皮膚疾患などがある。 関節疾患は太りすぎないようにし、皮膚疾患は、シワの間を蒸しタオルなどで豆に拭いて清潔にする、ことで予防が可能である。ありがとうございます。